一般用漢方製剤承認基準とは、日本国にて漢方製剤に対し、一般用医薬品として製造販売の承認を与える際の審査基準。漢方処方210処方の構成省薬の配合量の規格値や記載可能な効能、効果の範囲等が示されている。本校は、特記しない限り日本における当該基準について記載する。 一般用漢方処方に関する承認における基準については1972年11月から1974年5月までの間、計4回にわたって、厚生省から承認審査の内規が公表され、実質的な承認における基準となっていた。この内規は専門家の意見を踏まえ、 漢方関係の聖書に記載されており、長年使用されてきた処方の中から一般用医薬品として適当な210処方を選び、その成分、分量、用法、用量、効能、効果を示したものであった。また、この内記が掲載された書籍、一般用漢方処方の手引き発行を通じて210処方の規格等の内容が周知されたため、俗に 一般用漢方処方の210処方や、いわゆる210処方などと呼称されてきた。厚生労働省は、内規の制定から30年以上経った状況を受け、見直しの必要性を検討するため、一般用漢方処方の見直しを図るための調査研究班を設置し、この調査研究班の調査結果、パブリックコメントに寄せられた意見等を参考に、薬事、 食品衛生審議会、一般用医薬品部会における討議に基づき、現在では用いられなくなった用語の変更、その後の文献から有用性が認められる効能、効果を追加、加減型を分離するなどの変更を行った、一般用漢方製剤承認基準を2008年9月30日に定め、翌日10月1日より適用している。さらに2010年4月1日、 新基準に加減法23処方を追加し236処方へと増加した。その後2012年8月、新たな通知により294処方へ増加した。漢方処方の名称、成分、分量、用法、用量、効能、効果からなる。例、安中産加内規からの変更点は以下の通り。小児用法の追加、産剤の追加等、受けらを、 白術と青うけらに分離等級基準では単一の処方名であった加減型を個別の処方名として分離した。1970年7月、厚生労働省役務局制約課に官方打ち合わせ会が発足し、大塚隆夫氏浅野正義、西本和光、菊谷と与彦が委員となり、事前に準備されていた632処方から、 一般用医薬品として適切であると考えられる346処方に絞り、1971年10月、その結果を中央薬事審議会に送る。中央薬事審議会一般医薬品特別部会の下に官方省薬製剤調査会が発足し、官方打ち合わせ会が選定した346処方に、業界団体の意見を反映し210処方の素案ができる。 210処方の出典は、召喚論、近畿要約、和罪局法、万病改春、外大費用型、千金型、法予芸などの古典から取り上げ、経験漢方処方分量集、漢方診療の実際、漢方診療移転、臨床応用漢方処方解説、漢方医学、明快漢方処方など、現代の漢方関連の聖書を参考に、成分、分量、用法、 要領、効能、効果などの案が作成された。この素案をもとに、中央薬事審議会にて審議、承認され、1972年11月から1974年5月までの間、計4回に分けて公表された。処方名の後ろにお示した処方は2010年4月の追加処方。あ、言う絵を描きくけこさしせそだ。ちつてとには皮膚絵ほまみめよりレロ。 ありがとうございます。